僕たち随分たくさんの敵と戦ってきたね。これだけ戦っても魔物っていなくならないものなんですね。エステルらしい発想だわ。俺たちの力で簡単にいなくなるんだったら結界なんていらないだろう。けどどうして魔物っているんだろう。人間に倒されるためよ。あら、また極端なこと言うのね。だって魔物なんてそれ以外に百害あって一理なしでしょ。本当にそうなんでしょうか。そこにいるからには何か意味があるような。深く考えてもしょうがねえでしょ。そんなこと言い出したら人間だってどうしているんだってことになっちまうしね。そうですね。どうしてなんでしょう。またややこしいこと言うなよ、おっさん。いや、それ以上考えるなって意味で言ったつもりだったんだけど。少し前にも来たのに、なんかちょっと懐かしいね。考えにふけってないで後に行こうぜ。腹減った。わかったわかった。
もうダメ。本当に死じゃ。グミ食っていい？ダメだ。なんかワンコが獲物を狙う目になってない？空腹で野生の本能に目覚めたんじゃないの？こっちの二人も野生に目覚めそうよ。ダイエットって苦行なんだな。これもう単なる断食だよ。なんで僕たちまで。隣で美味しそうな香りがしたら食べたくなるでしょ。私たちだってお腹が減ってるんですもの。おお坊だ。お腹すいた。このままじゃ餓死するってば。騒ぐともっとお腹が減るわよ。でも衣食足りて礼節を知るです。どういう意味？腹減ってるから振る舞いが乱暴になるってさ。鉄拳制裁予告だろ。意味少し違うんじゃない？それよりユーリとリタッチは腹減ってても平然としてるわね。慣れてるから。あ、そう。背中にハンバーグ。あれは陰謀よ。誘惑に負けてはダメ。大丈夫かこれ。ユリ、ユリ、カバンの底から緑のつぶつぶ野菜パが出てきたよ。食べていいよね。いいよね。カロル、それはやめとけ。おい、そろそろマジでヤバいから飯にしようぜ。それにしても悪巧みしてたあの二人。キュモールとイエガーのことか。ええ、似た者同士、気でもあったのかしらね。似た者同士、変態同士、気があったってことでしょ。よりにもよってなんて組み合わせよ。あの人たち見てたら僕って普通だなって思っちゃった。ろくでもない組み合わせだから。どうせ企んでたこともろくでもないことだろう。ややこしくなる前にフレンに任せられてよかったわ。
ギルドを起こしたんだよ。何がというわけかよくわかんないんだけど。ギルドの名前はブレイブ・ヴェスペリア。エステルが考えてくれたんだよ。はあ、ブレイブ・ヴェスペリアね。まさかエステルまでギルドのメンバーってわけじゃないでしょうね。それはさすがに。今のところ3人だけだよ。ボスが僕で、それにユーリとジュディスと。すごいでしょ。ああそうね、すごいわね。あんたがボスっていうのが特に。なるほどな。ユニオンとしては帝国の姫様がブラブラしてるのを知りながらほっとけないってわけか。ドンはもうご存知なんですね、私が次の皇帝候補であるってこと。そうそう、なもんでドンにエステルを見ておけって言われたんさ。監視ってこと？あんな気分良くなくない？そんなものです。あれ、僕だけ？まあともかく追っかけてきたらいきなり厄介ごとに首突っ込んでるし、おっさんついてくの大変だったわよ。でもどうしてエステルを？帝国とユニオンの関係を考えたら当然のことかもね。腹を探り合ってるとこだからな、動きを追っておきたいのさ。で、あんたらはフェローってのを追ってコゴール砂漠に行こうとしてると。はい。砂漠がどういうとこか分かってる？暑くて乾いてて砂ばっかのところでしょ？簡単に言うわね。そう簡単じゃないわよ。とりあえず近くまで皆さんと一緒に行こうと思って。それから？いろいろ回ってみてフェローの行方を聞こうかと。突っ込みたいことはたくさんあるけど、お城に帰りたくなくなったってことじゃないんだよね。それは。おっさんとしては城に戻ってくれた方が楽だけどな。ごめんなさい、私知りたいんです、フェローの言葉の真意を。ま、デゼール大陸ってんなら好都合っちゃ好都合なんだけども。どうしてかしら？ドンのお使いでノードポリカへ行かなきゃなんないのよ。ベリウスに手紙を持ってけって。うわ、大物だね。ノードポリカを治める闘技場のボスの方でしたよね。正確にはドーチェって言うんだけどね。その手紙の内容知っているのかしら？うん、ダングレストを襲った魔物に関することだな。お前さんたちの追ってるフェローってやつ、ベリウスならあの魔物のこと知ってるってことだ。こりゃ俺たちもベリウスってのに会う価値が出てきたな。ですね。つうわけでおっさんも一緒に連れてってね。分かったよ。でも一緒にいる間はちゃんとブレイブ・ヴェスペリアの掟は守ってもらうよ。了解了解。
でもそっちのギルドに入るわけじゃないから、そこんとこもよろしくな。どうしてブレイブベスペリアに入らないのです？同時に2つ以上のギルドに所属することは禁止されてるんだ。レイブンだって一応アルトスクの人間だしね。一応ってなんだよ。話は終わり？じゃあ私そろそろ休むわ。はい。リタはどうするんでしょう。さあな。明日の出発まで自由行動かしら。うん、そうだね。明日になったら港に行ってみよう。どうしたボス。その呼び方なんだかなんだよね。ボスはボスだろう。じゃあなんて呼ぶ。なんてって、今まで通りでいいよ。なんか実感ないんだそれ。ユーリにそんな風に呼ばれるのもくすぐったいし。少しずつ慣れてくんじゃねえの。そんなもんかな。さあな。ギルドのことは俺よりもお前の方が詳しいだろ。そうだね。ボスってさ、ギルドの真ん中でちゃんと立ってなきゃいけない。僕そんな風に立派にできるかな。まあ初めっからボスらしく振る舞えっていうのは無理だ。とりあえずギルドとして仕事を一つこなすのが先だろ。そうだね。ひとまずエステルをちゃんとフェローに合わせて。で、会えるかな。会えるように図るのが俺たちギルドの仕事だよ。会えなきゃ報酬はもらえないし、信頼も得られない。ただそんだけの話だ。最初からハードル高い仕事を選んじゃったんじゃない。その方が手応えがあるだろう。得るものもその分大きい。頑張ろうぜ。うん。あんた本当にエステルをフェローとかいうのに合わせるつもり？ん？まあな。あの子、そいつに毒って言われたんだっけ？ああ。そんなこと言われたら気にするなっていうのが無理かもだけど、だからって帝位継承のゴタゴタから目を背けてもあの子のためになんないでしょ。心配なんだな。何言ってんの？事実でしょ。まあな。だったら城に返すべきってか。うん、私はそう思う。あいつが決めたんだ。本当にどうすべきかはあいつが見つけ出すしかねえ。フェローってのと戦いになるかもしれないんでしょ。死んじゃったら見つけるも何もないじゃない。死なせやしない。そのために俺らがついてくんだろ。もういいわ。俺は俺のやり方でやるとか言っときながら、早々にキモールに逃げられちまうなんて情けねえよな。まったくフレンのやつに顔向けってできねえ。わかってるよ。キモールよりギルドの仕事だろ。ああ、さすがにいつまでもほっとけないだろうけどな。ああいうやつは何度でも同じことを繰り返す。なんとかしなけりゃ帝国から離れてギルド作った意味ねえよな。
下道にはいつか天罰が下る。ダメですね、私。目の前に何かあるとついそっちに目がいっちゃって、本当に自分のしようとしてたことを見失ってしまうんです。そうだな。ジュディスに言われて気づきました。私、今までそうやってユーリたちを振り回してきてたんですね。それでも今はまだマシだぜ。もしお前が皇帝になったら、その一言で国一つが振り回されちまうんだからな。そうですね。なんだかユーリたちと一緒に来て正解だった気がします。そうか。こうやって新しいことが見えたから。私が皇帝になるかどうかはまだわからないけど、まだまだ知らなければならないことがこの世界にはたくさんあるんですよね。フェローを追いかけるのもその一つか。怖くもありますけど、でも自分が何者なのか、彼の言ってた世界の毒が何なのか知らなければならないと思うんです。そうだな。いい覚悟だ、ユーリ。ん？私こんな風だからまたわがまま言って振り回してしまうかもしれません。その時は叱ってください。そうだな。その性格簡単には治らなそうだし。ま、もう一人手厳しいのがいるから、嫌われ役はそっちに回すかね。それじゃあ私先に宿屋に戻ってますね。やれやれ、おっさんと一緒に旅することになるとはね。何、嫌なわけ？少なくとも好んではないな。何よ、悲しいこと言うわね。一緒に悪に立ち向かった仲じゃない。あれは雪がかり帳だからな。ノール校でやったこと忘れてねえぞ。まだその話覚えてるの？しつこい男は嫌われるわよ。恨み節を言うつもりはない。ただ一緒に旅するのを遠慮したくなるには十分すぎるぜ。大丈夫大丈夫、おとなしくしてるって。ケーブモックの時もガスパロストでもお行儀よくしてたでしょ。だと助かるんだけどな。おっさんがワコードたちにどこまでついていけるかは不安だけどさ。エステルが城へ戻るまでついていくつもりか？そりゃあドンから命令受けたジョーちゃんの監視ってそういうことだからね。そりゃまあ難儀な仕事だな。どこかで騎士団に引き渡すってのも手か。またろくでもないことを考えてる目してるぜ、おっさん。そんなんじゃないわよ。まあしばらく一緒ってことで残念だけどよろしくな、おっさん。残念ってどういうことや。まあいいけど、じゃあ俺様先に宿屋に帰るわ。
あら、もしかしてあのキュモールっていう人探しに行くの？単なる散歩だよ。ジュディこそどこ行ってたんだ？私も単なる散歩。さっきエステルに言ったこと気にしてるんじゃないだろうな。さっき言ったこと？ほら、エステルにちょっときついこと言って。ああ、あれは悪かったわ。あなたのお株奪っちゃって。お株？別に何も奪われた覚えはないが。あなたもあの子に私と同じこと言おうとしてたでしょ。なんだ、気づいてたのか。謝られるほどのことじゃねえよ。そう。エステルにきつく言ったことを気にしてキュモール探しに行ってたんじゃないのか？違うわ。ふーん。疑ってるの？見た目以上に人に気を使ってそうだしな。そうでもないわよ。ま、いいんだけどな。あなたこそ探しに行かないの？だから言ったろ、俺のは単なる散歩だって。じゃあ行くか。リタはどうするんです？あの子にはあの子のやることがある。そういうことだな。で、港から船だっけ？え、それってお前もついてくんのか？ええ。なんか用事があったんでないの？エアルクレーネの調査ですよね。騎士団長から依頼されたケーブモックの方はすでに調査報告済み。他のエアルクレーネはどの道旅して調べるつもりだったから。つまり調査のために私たちを利用するってことかしら？まあね、ヘリオードの時みたいに調査中ひどい目に遭わないとも限らないわけだし、一人よりもあんたたちと一緒の方がとりあえず安心よね。相変わらずいい性格してるぜ。また一緒に旅できるんですね。私嬉しいです。そう、私は別に。それより港に行くんじゃなかったの？まったく、ワコードは元気よの。ふざけてんの。ディージ、どんな逆ギレよ。じゃ港に行きますか。この町のシルトブラスティアとノール港のシルトブラスティアはもともとは一つのブラスティアだったみたいですよ。それも城の本で読んだのか？はい、正確には三つで一つのブラスティアらしくて、あと一つは二つの町の中央に沈んでいるそうです。それ引き上げらんないかね。そんでそれを売れば一生遊んで暮らせる金が手に入るよ。それができてりゃ帝国がとっくにやってんだろう。誰だって考えそうなことだぜ。そんな冷たい言い方しなくてもいいじゃない。
皆さんまたお会いしましたね。次期皇帝候補殿がこんなとこで何やってんだ。ドンと友好協定締結に関するやり取りを行っています。うまくいってます？それが順調とは言えません。だろうな。ヘラクレスってデカブツのせいでユニオンは反帝国ブーム再燃中でしょ。その影響で帝国側でも友好協定に疑問の声が上がっています。ドンが帝国に提示した条件は対等な立場での協定だったしな。あんなのがあったら対等とは言えないわね。事前にヘラクレスのことを知っていれば止められたのですが。次の皇帝候補が何も知らなかったのかよ。今私には騎士団の指揮権限がありません。騎士団は皇帝にのみその行動を委ね報告の義務を持つです。なら話は簡単だ。皇帝になればいい。それは私がそのつもりでも今は帝位を継承できないんです。なんでよ。帝位継承にはデインノモスという帝国の司法が必要なのです。ところがデインノモスは10年前のジンマ戦争の頃から行方不明で。ほーん。次の皇帝が決まらないのはそういう裏事情があったのね。だからラゴーはデインノモスを欲しがってたのか。何ユリ。いや、それにしても皇帝候補が道端ヘモヘモ歩いてていいの？今ヘリオードに向かうところなんです。ここよりダングレストに近いからな。その方がやり取りしやすいわな。ええ、ヨーデル様参りましょう。すみませんがここで失礼します。勘弁してくれ。命がいくらあっても足りねえよ。何があったんだ。待ちなさい。金の分は仕事しろ。しないなら返せ。ギルド青き獣をブラックリストに追加よ。はい、ボス。あの人、確かデイドントリデで。ああ、あん時の知り合いなの？いや、前に一度だけ。お前こそ知り合い？知り合いって五大ギルドの一つギルド・ド・マルシェのボスだよ。つまりユニオンの重鎮よ。いいこと思いついた。どうしたカロル。あの人なら海渡る船出してくれるかもしれないよ。あら、あなたはユーリ・ローベル君。いいところで会ったわ。手配書の効果ってすげえんだな。ねえ、あなたにぴったりの仕事があるんだけど。ってことは、嵐仕事か。察しのいい子は好きよ。聞いてるかもしれないけど、この季節、魚人の群れが船の積み荷を襲うんで大変なの。あれ？それっていつも他のギルドに護衛を頼んでるんじゃ。それがいつもお願いしている傭兵団のボスが亡くなったらしくて今使えないのよ。他の傭兵団は骨なしばかり。私としては頭の痛い話ね。その傭兵団はなんてところですか？ブラッドアライアンスよ。誰かさんが潰しちゃったから。みんな同罪だろ。あいにくと今取り込み中でね。丘を渡ってくれ。じゃあな。え、ユーリ、船のことお願いするんでしょ。あら、船って？俺たちもギルド作ったんだよ。ブレイブ・ヴェスペリアって言うんです。素
敵。それじゃ商売のお話ししましょうか。相互利益は商売の基本。お互いのためになるわ。悪いが仕事の最中でな、他の仕事は受けられねえ。それなら商売じゃなくてギルド同士の協力ってことでどう？それならギルドの審議には反しなくってよ。うちと仲良くしておくといろいろお得よ。あ、分かったよ。けど俺たちはノードポリカに行きたいんだ。遠回りはごめんだぜ。構わないわ。魚人が出るのはここの近海だもの。こちらとしてはよその港に行けさえすればそれでいいの。そしたらそこからいくらでも船を手配できるから。さすがギルド・ド・マルシェ。契約成立かしら。なんかいいように言いくるめられた気がする。さすが天下のギルド・ド・マルシェ。商売上手ってとこだね。いいんじゃない。これでデゼール大陸に渡れるわけだし。もう一ついい話をつけてあげる。いい話？もし無事にノードポリカにたどり着いたら使った船を進呈するわ。本当に？ボロ船だけど破格の条件には違いないわね。でしょでしょ。どうだかな。魚人ってのがそれだけ厄介だって話だろう。そこはご想像にお任せするわ。しょうがねえな。素敵。契約成立ね。さ、話はまとまったんだから仕事してもらうわよ。準備できたら声かけてちょうだい。この船があなたたちの船になるフィエル・ティア号。そして彼がギルド・ド・マルシェ参加、海戦ギルド海猫の歌の徳永よ。徳永です。よろしくお願いします。彼はあくまでこの航海だけだから、次からは自前の操船士を雇ってね。急ぎじゃないけど重要な商談だったから本当助かったわ。積み荷は何なんです？それは秘密よ。やばいもんじゃねえだろうな。安心して、その辺の線引きはしてるから。さあノードポリカを目指すわよ。ここトリム港から南西方向に行けばデズエール大陸が見えるわ。その東端にあるのがノードポリカよ。早速ですがフィエルティア号の扱いについて事前に説明しておきますね。船から上陸できるのは桟橋のある港か砂浜だけです。崖になったところに停泊しても上陸はできませんよ。岩があるところはもちろんですが、浅瀬のあるところも通れません。川くらい深さのあるところなら入れる場所もありますが、途中に橋がかかっているとこの船の大きさではくぐることができないですね。以上です。立ち上げたばっかなのに五大ギルドと顔つなぎができるなんて幸先いいな。そうね、カロルも夢に一歩近づいて喜んでるんじゃないかしら。ガキンチョならなんかあっちの方で悩んでるわよ。いきなり魚人が相手だなんて、ブレイブベスペリアは運が悪いのかな。うわあどうしよう。しかも失敗したらギルド・ド・マルシェのボスからの印象が悪くなるよ。大変だ大変だ。ユーリとジュディスとは全く逆のことを考えてますね。カロルは慎重なのね。あれは慎重じゃなくて後ろ向きって言うんでしょ。
魚人の群れに会わなければいいですね。でも世の中そんなに甘くないわよ。若いのに随分悲観的なのね。現実的って言って。それにしても助かったわ。なんとか間に合いそう。ええ、リヴァイアさんの爪に遅れを取るところでした。リヴァイアさんの爪か、ちょくちょく名前を聞くな。そう？ホブロー・ブラスティアを専門に商売してるギルドよ。ああ、それでヘリオードで。最近うちと客の取り合いになってるのよね。もし海が渡れなかったら、また大口の取引先を奪われるところだったわ。それにしても、連中はどこから商品を調達してるんでしょう。それなのよ。ホブロー・ブラスティアなんてそう簡単に手に入れられるもんでもなし。まさか帝国が。うん、でも管理は魔導士の方で。来たわね。皆さん気をつけて。よっと何用意したのじゃ。魔物が喋った。もしかしてあの魔物と同じ。喋ってるとしたかむぜ。ドリアス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 ドリアリライトガール決めます。ガイオーパーズレッデイティアーズクラスターゴリアデイズレッデイズの河村アイアキャンデイズレッダースローリーズレッデイ。上手に勝てました。さすがね、私の目に間違いはなかったわ。とほほ、ブレイブベスペリアはおっさんもこき使うのね。アパティア探したりといろいろやることがあるのに。アパティアって前にノール港で探してたあれか。そうそう。それっておとぎ話でしょ。私も前に研究したけど理論では実証されないってわかったわ。ま、おとぎ話だって言われてるのはおっさんも知ってるよ。どうしてそんなものを探すんです？それをドンに言われたからね。まだ生きてます。だったのじゃ。魔物に飲まれてて後悔も何もないだろう。こんなところで何してたんです？お宝探して歩いてたら海に落っこちて魔物と遊んでたのじゃ。よかったな、そのまま栄養分にされなくて。何でもいいけど、このまま船出していいかしら。ああ、頼む。うわあ！まだ一匹いやがったか。一応治癒術はかけましたが、当分安静にしてた方がいいです。困ったわね。あなたたちの中で誰か操船できる人。うちがやれるのじゃ。パティが？世界を旅する者、船の操縦くらいできないと笑われるのじゃ。それじゃあ船の操縦はあなたにお願いするわ。
本当かよ。それと思ったよりも早く着きそうだから寄り道しても構わないわよ。進路はある程度あなた方に任せるわ。船があるならどこへも行きたい放題ね。エスティルはフェローを探すんでしょ。そんなのんびりしてる暇ないんじゃない。どうでしょう、私は別に勝手にやるからいいわよ。まだ始めたばっかだし、もっと余裕持ってこうぜ、カロル。うん。じゃあ、進路の指示は任せたのじゃ。足元救われないでよ。きらめいて全開用の力だよ。レイ、それそれレイ、行こう。勝利の雄たけびを。僕に任せて。バク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 リライトロール闇の微笑フレッドゼロフレッドティアーズクラスティアビーフレッドはぁ、あっという間に全滅させる。やっそれやっそれで霧が深くなってきたわよ。なんだか不気味。こういう霧ってのは大体何か良くないことの前触れだって言うわな。やめてよ。余計なこと言うとそれが本当になっちまうぜ。あ、前前、これはぶつかるわね。何？あ、古い船ね。見たことない方だわ。アーセルム号って読むのかしら。まるで呼んでるみたい。バカなこと言わないで、フィールティア号出して。もうダメじゃの。なぜかセロスブラスティアがうんともすんとも言わないのじゃ。え、
原因はこいつかもな。ねえ、お化けの呪いってか。そんなこと。入ってみない？面白そうよ。こういうの好きだわ私。何言ってんの。原因わかんないしな、行くしかないだろう。ちょっとフィエルティアゴを放っていくつもり？んじゃ4人が探索に出て残りが見張りでどうだ。いいと思うわ。決まりだな。じゃ行くのは俺とラピードは行くよな。あとは誰だ。私行かないわよ。ユーリが決めていいんでない。わかった。わかってる？ちゃんと戦力配分考えて分けてよ。船だっていつ魔物に襲われるかわかんないんだから。